指導があるようです。ボール、フォアボールになりました。日本代表最初のバッターが2ボール2ストライク、振ってきました。セカンドを弾きました。ランナーは2塁を回って3塁へ、そしてかろうじ1塁に戻りました。ナイスバッティング、ナイスバッティング。日本初、今大会この第2戦の初ヒットはかろうじ彩奈が放っていきました。はい、来ていますね。やっぱりエンドラン警戒してると思うんですよね。かろうじ走りまして盗塁成功です。ノーアウトランナー3塁2塁になりました。当てていきました。ピッチャー跳ねて日本ホームイン、先制しました。そして打った工藤もセーフです。今のバッティングいかがでしたか。いやちょっとね、工藤は、はい、名古屋の時もそうですね、ラッキーガールですよね。なんかこうでもしっかりこう当ててるっていうのが大きいですよ、はい、でねさっき見てると一つ目のボールっていうか最初の時はすごく長くバット持ってたんですよ。引き続き工藤が、まあ、チャンスも、そうですね、チャンスを広げてしましたね、はい、工藤がちょっとスピード遅いですからね、ね、あのストライク。そして工藤が盗塁に成功しました、ランナー三塁二塁です。打っていきました。レフト方向、ね、これはレフトの正面でした。そしてカロージが笑顔でホームイン、日本2点目が入りました。先発ピッチャーの坂本美代です。笑顔ですね。打っていきました。大きな当たり、センターが追いかけて正面キャッチしました。スリーアウト、日本は2点を入れました。まあこれは桐石が分かってると思うんですけどね、はい、打っていきました。センターオーバーのヒット、ホームランです。入っていきました。外野70メートルのこの富士山スタジアム、日米対抗初めてのホームランはアメリカの最初のバッタースカイラー・ウォーレスが放っていきました。第1戦ではライトオーバーのツーベースヒット、日本が最初のバッターホームランで1点を入れました。先頭打者ホームランです。やっぱりちょっと甘いですよね、ボールが甘く入ってね、真ん中ですよね、はい、センターまっすぐ飛んでいきました。セカンド抜けてセンター前に放ちました。ジョセリン・アロ、センター前ヒットで2番バッターが1塁に進んで打ち上げていきました。ライト線ですが取りました。藤本うららが取ってワンナー1塁です。打っていきました。大きな当たり、センターかろうじの守備範囲でした。しっかりと取ってツーアウト、ツーアウトまで来ました。ツーボールツーストライク、これは空振りです、ね、このチェンジアップ使う、打っていきました。レフト方向キャッチされました。フライアウト、コワリックが取っています。アメリカ先発のナイジャリー・キャナディーですが、はい、今シーズン現時点で東地区打率3位、打っていきました。ピッチャーの正面でした。ツーアウトです。ナイジャリー・キャナディーの完全にこれはフォアボールになりました。今の投球4球はいかがですか。ね、ちょっとあれですよね、データ全部出てますからね、はい、テンポラリーランナーが出ています、うん、走っていきました、うん、セーフです。藤本うらら盗塁成功、足の速さを見せつけました。ランナーは2塁に再び追加点のチャンスを得ています、うん、打っていきました、レフト方向、前に落
ちました。そして藤本うららがホームベースに帰ってきて日本3点目が入りました。いや、大川ナイスバッティングですね。大川前のバッティング、1打席目フォアボールで出塁、2打席目が今レフト前のヒットで活躍を見せています。今回初めて日の丸をつけて戦っている大川真由、タイムリーヒットで日本3点目が入っています。初球から振っていった一塁、振っていきました、ショート正面、アウトになりました。3アウト、日本は追加点が入りました。大川真由、打っていきました、右中間、左中間、しっかりとカロージが取っていきました。ワンアウトです。打っていきました、セカンドの正面取ってツーアウトです。ちょっとリズムに乗る、こう今回ここに初めて集まってきてるわけですから、そうですね、打ち上げました、ライト方向、届くでしょうか、藤本しっかりと取ってアウトです。スリーアウト、この回無失点に抑えた坂本です。今日両チーム初めての無失点ということで、打っていきました、大きな当たり、ライト方向、これはライトの守備が取りました。ライトのメガン・グラントが取っています。ワンアウト、ワンアウト、日本の攻撃、打っていきました、ショートの正面、ツーアウトです。ここは展開が早くなりました ね、 そうですね。だからいろんなデータやっぱりね、アメリカチーム持ってると思うんですよ、打っていきました、1、2塁間を抜けてライト前のヒットです。塚本蛍、点を挙げて長打力もある選手です。ランナー走っています、これはセーフです。塚本も足が速いですね。ツーアウト、ランナー二塁、ストライク、今の球が、そうですね、スリーアウト、次はアメリカの9番レフト、カイラ・コアリックです。初球から振っていきました、一二塁間抜けてライト前のヒットになりました。第1戦でも内野安打を放っていたカイラ・コアリック、ホームランを放ったスカイラー・ウォーレスです。そしてランナー走っていきました、デッドボールですね、はい、デッドボール、ノーアウト、ランナー2塁、ツーボール、ツーストライク、空振り、ナイスボール、しっかりと打ち取りました、ワンアウト、ね、その前の中のボールをやっぱり首かしげ元見よ、フルカウントです、放っていきました、ライト前、そしてランナーが3塁、ホームイン、これはセーフです。アメリカが追加点、2点目が入りました。3回の裏、アメリカ早く中継したら良、ね、かったと思うんですけどね、いいボール切ったのに、今の打球です、メガン・グラント、ライトのヒットで、その間に二塁にいたランナーが戻ってきました。アメリカが2点目を追加しています。3対2、序盤から試合が動いている日米対抗第2戦です。バッターボックスには4番、前進守備です。ランナー走っています、これは間に合いません、盗塁成功、ライトファウルでした。ここでデッドボール、今チェンジアップで良かったんですけどね、満塁になりました。デッドボールです。押し出しでアメリカ同点となりました。
ちょっとね、3-3ホームがちょっとねこう開きが早すぎちゃってるような感じがしますよね。はい、レイカヘッドコーチも声をかけに行きます。投げてたのかな。そしてピッチャー交代です。打っていきました。センター方向、カノージの後ろに行きました。ランナーが回ってきます。1人2人帰ってきました。2点が追加されました。アメリカが逆転、試合が動いています。3-5、アメリカが逆転しました。3回裏、ケンジー・ハンセンのタイムリーツーベースヒット、逆転されました日本です。やっぱりちょっと甘いですよね。やっぱりあのアメリカの選手は甘いボールはね本当にもうしっかりスイングしてますもん。はい、やっぱもう少しコースとやっぱり上下の投げ分け、チェンジアップの使い方だと思いますよね。はい、まあ、でもこれいい勉強になると思いますよ。今コースいけ、打っていきましたが、ナイスキャッチで、あ、ファーストセーフになりました。今の打球サード隅谷のグラブに上がって、そこからファーストに投げましたがセーフとなりました。地元思い出の地で投げている山下知世、追い込んでいます。打っていきました。ショートの正面、ホームに戻して、これで2アウトになりました。これはサードが取ってファーストへ、アウトになりました。3アウト、山下知世この回から2番手として登板しましたが、ジュニア世界選手権の金メダリストでもあるバリリケール、打っていきました。センター前に抜けていきました。この回先頭のバッター川端が出塁しています。オリンピックあります。足で動かしてくるでしょうか。バッターボックスは藤本うらら、走っていきました。盗塁成功、しっかり盗塁を進めています。3ボール2ストライク、2ボール2ストライク、この間に中溝がまた走っていきました。ランナーが3塁に進んでいます。先ほどはボールを選んでフォアボール、藤本盗塁、そしてダブルスチール、中溝が走っていて、その間に藤本も走っていきました。足で見せましたね。中溝が笑顔でハイタッチ、藤本も塁を進めています。日本追い上げています。5-4、いい走塁ですよね。はい、今のシーン思わず私も追いつかないような速さでした。隙あらばみたいな感じですね。塁間の短いソフトボールならでは、スピード感のある一瞬の隙も許されない、そんな隙をしっかりとついてきた日本代表の攻撃です。迷ってなかったですよね。打っていきました、センター方向。その間に藤本がホームに帰ってきました。日本はあっという間に追いついて笑顔のホームイン、同点になりました。試合が動いています。日本キャッチャー桐石笑顔です。桐石のセンター前ヒットで同点になりました。5-5、今のボール、ね、本当に低めのね、はい、よく打ちましたよね。またピッチャー交代ですね。はい、そしてここでまたアメリカ代表ピッチャーが交代します。今の回から登板だったバレリー・ケーグルですが、3番手、機械投げるみたいですね。はい、そして一塁はキャッチャー・キリスに代わって、ここは打っていきました。ピッチャー前のゴロ、ワンアウトになりました。今二塁にいるランナーはキャッチャー・キリスの代走で伊波が打っていきました。ショートの正面、ファーストに送ってアウト、ツーアウトになりました。宇津木さん、このレクシー・キルフォイルの投球いかがでしょうか。
打っていきました、ね、セカンド、うん、スリーアウトになりました。この回は日本2点を追加して、打っていきました。ピッチャーの正面でしたが横を通っていってセンター前ヒット。この回先頭のバッタースカイラー・ウォーレスがかかります。3球目、よし、ランナー走っています、セーフ。スカイラー・ウォーレスが盗塁を決めました。両チームともに足が速い選手が、そうですね、今のチェンジアップですね。しっかりと球速を変えてきました。ジョセリン・アロは三振に打ち取りました。大学生です。これは外れました、フォアボール。ストライク、空振り、拍手が起こっています。振っていきました、サード正面、送ってアウト、スリーアウトです。勝俣美咲、日本代表3番手で登板、ピンチを切り抜けました。ストライク、見逃しの三振となりました。下系のボールでね、やっぱりあの、はい、チェンジアップを混ぜてるから、打っていきましたが一、二塁間抜けてライト前のヒットとなりました。2打席連続のヒット。内野に上がってセカンド打ち取りました、内野フライ、ツーアウトです。バッターボックスは東京オリンピック経験者川端、そしてその間に盗塁、成功しました。ツーアウト、ランナー二塁になりました。再び得点圏にランナーがいる、二塁、バッターボックスには川端、打っていきました、大きな当たり、これはフェンス直撃です。バッター、ランナー戻ってきました。塚本が戻ってきて日本6点目、勝ち越しました。甘いボールだったですよね、はい、でもよく、ね、見逃さず打ちましたよ。オリンピック金メダリストの川端が右中間のヒットで勝ち越し、ね、甘い、甘く入ったボールをしっかりと捉えました。その間に塚本が戻ってきて日本勝ち越しています、6対5。自動的にランナーが走って川端は三塁、藤本の、ああこれは惜しい、藤本が悔しそうな表情です。ここは日本1点勝ち越して6対5、逆転しました。ベースヒットを放っています。1球目から初球、ナイス、ナイスキャッチがありました、サードの住谷。内野陣のこの援護を力に変えて勝俣投げていきます。これはフォアボール、もったいないね。5回の裏、追加点が欲しいであろうアメリカもランナー一塁、打ち上げましたがこれはファースト大川真由がキャッチ、ツーアウトです。ソフトボールならではの走り打ち、スラップ打法、投げてアウトです。しっかりとアウトを取りました。キャッチャー桐石の肩が勝ちました。まあ、今回いろいろと見てるとは思うんですけどね、はい、低いボール打っていきましたがショートの手元を弾いて桐石2打席連続のヒットとなりました。桐石が塁に出ています。大きく打ち上げました、レフト方向、レフトの正面でした。
これはアウトになりました。でも岡もやっぱり本当に広角打法じゃないけども、はい、あのですよね、ボールに逆らわずに、はい、打席にはカロージャ彩奈、バントをしていきました。これは送りバント成功。ツーアウトランナー二塁に進みました。ツーアウトランナー二塁、3番工藤打っていきました。一、二塁間を抜けてライト前、そしてカロージャはホームイン、帰ってきました。日本追加点、7点目が入りました。しっかりとこの笑顔で今決めました工藤、7点目が入りました。宇津木さん、今のね、いい、はい、ナイスバッティングですよね。本当に今回よく触れてるんじゃないかなと思いますね。ね、難しいボールですよ、下の、はい、しっかりと脇を締めて打ってきました工藤。その間にしっかりと二塁にいたカロージも攻めた走りでホームイン、初球から振っていきました。二遊間抜けていってレフト前ヒット、ツーアウトから坂本優衣代表です。しっかりと打って一、二塁間抜けてライト前のヒットになりました。そして工藤が戻ってきました。三塁もセーフ、ツーアウトランナー二塁一塁から追加点、8点目が入った日本です。塚本のタイムリー、塚本今日3本目のタイムリーヒットとなりました。もうさっきもそうですけども脇はしっかり畳めて打っ てますよね。うん、ね、脇しっかり脇が締まって抜けていきました。でもこれ今の走塁みんな気をつけなきゃいけないのは、はい、一気で普通ならホームをサードに投げて、はい、こういうのね見といた方がいいですよね。ここで代打でしょうか、は盗塁も14盗塁決めている選手、しっかり打っていきました。ショートの正面、これは3アウトになりました。ただこの回日本7点目と8点目2点を追加しました。この勝又はライズボールが武器の選手ですね。打っていきました、ファースト取ってアウト、これアウトになりました。川端がしっかりとベースカバーを行いました。フルカウント打っていきました、センター方向、これはショートが追いつきませんでした。スカイラーウォーレスが塁に出ています。のあのボールはやっぱり伸びてきてるんですよね。振っていきました、レフト前ヒットになりました。ここでチェンジアップでね、同じボールに1球投げてレフト前ヒットになりました。代表3番手ピッチャー勝又美咲、空振り三振、ツーアウトです。不思議でしょうがないですよね、はい、ボール勢いあるし、勉強熱心だという勝又、ね、素晴らしい空振り三振、2者連続空振り三振に打ち取りました勝又です。この回日本で、そうです、外も中もこうね、はい、ついていけるようになるといいですよね。そうすると中に対しては、うん、早く腰を回して、そうですね、振っていきました。ショートの上、レフト前ヒットになりました。川端この回もヒットを放っています。お子さんを見てこのソフトボールを始めたという選手もいますが、エンドラン送りバント成功です。藤本が送りバントを成功させてランナー二塁に進みました。ボールがそれている間に川端三塁に進みました。ないんですよね、はい、本当にこのチャンスを得点につなげられるか、打っていきました。桐石が再びタイムリーヒットで日本追加点、9点目が入りました。5対9、桐
ディッシャーまた今低めのボールに合わせていきましたかね。であのボール好きですよね、はい、最初の、ね、センター前もそうですけどね、はい、二遊間を抜けていきました、うん、最初の方が甘かったと思うんですよね。今外目のボールでも打っていきました。ショートを抜けました、ヒットになりました大川真由、うん、今日初代表でスタメンですが2本のヒットを放っている大川真由です。小学生の頃は上野さんからサインをもらったという。打っていきました。これはダブルプレー、失礼しました、アウトが一つ増えました、ツーアウト、失礼しました。ランナー三塁一塁です。バッターボックスです。大きな当たりです。センター下がってこれは打ち取られました。ただ日本この回1点を通過して9対5。ホームランになる可能性は強いですよね。ナイスライク、見逃しの三振、打っていきました。ライトの正面よく取りました。藤本の足が勝ったでしょうか。笑顔で味方を援護します。鋭い当たりでしたが7回裏2アウト2ストライク、打っていきましたがこれはセンター前のヒットになりました。2アウトからランナーが高く上がりましたがセンター正面打ち取りました。この回も勝又無失点、そして日本9対5でこの第2戦も勝ちました。第1戦はサヨナラ勝ち、第2戦はこの9点、多くの選手の活躍があった第2戦、日本が見事に勝利を収めました。2連勝の日本です。宇津木さん勝ちましたね。いや今日はいや野手はよく打ちましたね、はい、うん、やっぱりあの初日は全然ね、本当にノーヒットを6回までノーヒットに抑えられてて、はい、やっぱり1日でちゃんと修正してきた。